なと思います今日のテーマ、朝の習慣です。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールテーマは朝の習慣です。メールアドレス7 9 7アットマーク f m g u i a n c o m 7 9 7アットマーク f m g u i a n c o m です。また、f m ギノアではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。f m ギノアのホームページからも簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。 ツイートも連動しておりますので、たくさんのツイートをお待ちしております。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合は、アプリ FMT で聞いてください。パソコンでお聞きの方は、FM 牛乃のホームページに再生ボタンがございますので、こちらを押していただきたいと思います。完全全編同時放送をお楽しみください。それでは本日のオープニングナンバーに参りましょう。本日のオープニングナンバーは、アリアナグランデで Be Alright! 時刻は7時41分を回りました。79.7メガヘルツ fm 宜野湾よりお天気道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えしましょう。ここ最近梅雨のはずなんだけど、結構ね。晴れが続いておりますね。はい、本日は。沖縄本島中南部お天気。 やはりですね、晴れですね。晴れ、夕方から曇りとなっております。日中の最高気温が30度です。洪水確率が午前6時から午後12時までが10%、そして12時から終日かけては20%となっております。東の風、日中、北東の風、波1メートルとなっております。えー、9日の 沖縄地方は梅雨前線の影響で曇り、大東島地方では初め雨が降るでしょう。沖縄本島地方では次第に晴れる見込みです。ということで、えー、週間天気予報もちょっと見てみますとですね、もうずっとね、えー、今日、そして明日はもう晴れなんですよね。明日ももうほとんど降らないであろうと。で、10日ぐらいからね、あさ、しあさってか、10日金曜日あたりから、ちょっと、 と崩れ始めてくるという感じですね、えー。ちなみに10日金曜日、そして11日土曜日は、超雨、あの傘マークが出ております、えー。明日まで晴れてるということなのでね、なんかこう、事前に干しておきたいものなんかあったらもうで、洗濯物とかを先に進めてた方がいいかもしれません。以上、お天気をお伝えいたしました。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道からお伝えします。 はい。沖縄自動車道下り、巨大インターチェンジ付近、こちら工事のため帰省中となっております。はい、沖縄自動車道は以上です。続いて一般道をお伝えします。はい。国道58号線、こちら大空から牧港にかけてえ、長い渋滞発生しております。えー、そして、 反対車線、58号線の方も、ちょっと渋滞発生しているようですね。そして県道34号線、こちら、前原から大蛇名向けも、えー、渋滞発生しております。そして330号線、こちらも古島に向けて、えー、長い渋滞発生しております。ね、これからまたどんどん混んでいくとは思いますので、ね、皆さんも早めに家を出るようにしてください。 以上、えー、道路交通情報をお伝えしましたそして FM 機能から見えるお天気ですけれどもあーすごいいい天気ですね風もそんなに強い感じもなく、ねえー、洗濯物を、ね、干してくればよかったなちょっと今日干,干せなかったんだよな、ね、でもね、えー、今日は終日かけてそんなに雨も 振ることはなさそうなので帰ってから私も選択をしたいななんて思います以上、えー、沖縄自動車道あお天気道路交通情報をお伝えしました はい、メール紹介していきましょう、今日のテーマは朝の習慣、朝の習慣です。1発目はこの方、えー、ラジオネームエコザエルさんからいただきました。ありがとうございます。実はエコザエルさんね、私のもう目の前にいるんですよね。今日ね、ギャラリー見学してくださってます。ありがとうございます。ゆちちおおおはようおはよよよ。う。う。ゅ、山ゃんい、エコザエルだっすよ 今日はフリーって。ちょっとね、テーマ送るの遅れてしまいまして。ごめんなさい。今日は朝の習慣なんです。ね。え、わからんから、直でスタジオで揺れっち見とくさーっていうことで。あ、それで来てくださったんですかあ、これから毎回フリーにしとこうかな。<laughs> なんて。え、してから揺れっちから生中もらおうねって。はい <laughs> おーとかって顔見とるけど。 はい、見えましたか <laughs> はい、いつもね、あの、中のリクエストがあるんですけれども、ね、この音いるって感じだったんですけどね、今、ちゃんとあの、目の前でね <laughs>、見せることができました。横澤さん、ありがとうございます。はい。えー、続きまして。はい、あのね、今ね、ちょっと、えー、機械故障しているということで、まあ、手直しに入ってますので、ちょっとお話ししたいと思います。あ、治った。治りましたね。 ツイキャスね、ご覧いただいてた皆さん、大変ながらお待たせしました。はい、続きまして、メール読み上げていきましょうか。はい、続いてこの方、ラジオネーム、進撃のめいちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ユレティさん、山内 GM おはようございます。生放送お疲れ様です。ありがとうございます。えー、進撃のめいちゃんでございます。ではでは、メッセージテーマ、朝の習慣。この 私の朝の習慣は、この番組にメッセージを送ることもそうですが、ラジオをつけながら、Facebook や Twitter などをチェックすることですね。返信が来ていたら、答えたりしていますね。あとは、朝日を浴びることもそうですよね。では、またです。ということで、まあ、リクエストもいただいております。まあ、やっぱり SNS のチェックはね、欠かせないくなってますよね。なんかもうみんなのね、結構もう朝の習慣に確かに入っているのではないでしょうか。ね。 あとは、この番組をね、にメッセージを送ることも習慣ということでね、嬉しい。本当に。ありがとうございます。ね。 あとはさあメールチェックもかメールチェックもだったりあと朝日を浴びることって、ね、朝日浴びるってね本当大事ですよねなんかこう朝日を浴びることでいろいろ細胞が、ね、またこう活性化するというか、ね、また働くとかって言って朝,朝日を浴びると浴びないとでは、ね、またいろいろと目覚めも、ね、変わってくるので、ね、朝日を浴びる確かかにいいかもしれません意識して、ね、なんかやることがないのでなんか意識してやるとまた良さそうですね。はい いい気づきをいただきました。新曲のメイチャーさん、ありがとうございます。えー、続きまして、もう一通紹介していきましょう。お再びエコザイルさんからメール入ってますね。ゆるちやまちゃん、再びスタジオからエコザイル出すよ。今日、なんでスタジオ来たかって、えっと、内緒って、え、なんで <laughs> で、今日のテーマ決まったみたいねって。えー、自分の朝の習慣はだいたい朝5時半に起きて、まずラジオのスイッチを入れてから仏壇にお茶と線香をあげてから弁当と朝飯作るさ。で、仕事行くのが普段ね、休みの日は朝食食べてから予定考える。 現場からは以上です。<laughs> 久しぶりに平日休みでスタジオを観覧しなアイ iPhone からの送信ということで。あ、今日お休みでいらっしゃってるんですね。なるほど。え、で、しかも朝5時半に起きて、え、仏壇に、ま、毎日、毎日手合わせてるんですかえ、これ、なんだよね。なんかもう、ルーティーンになってんの。なんかね、<laughs> あるよね。<laughs> えー、でもこう、ご先祖様に、 ね、こう手当てて、ね、今日も一日なんかありがとうみたいなこと言ってるんですかねあうんうんって言ってますねで,でもこう感謝から始まるっていいですよね朝一日始め感謝して過ごせるとねなんかその日一日にこう感謝するなんか気づきみたいなのていっぱい出てきそうですね。すごい,い,い あとはラジオのスイッチも入れてからっていうことでもう朝はねラジオを BGM にしてる感じですかねはあなるほどあと朝ごはんも作るということで、えー、今日はスタジオ観覧してくださったエコザイルさんからのメールでございましたありがとうございますこんな感じでお待ちしております今日のメールテーマは朝の習慣ですメールアドレス 797-fmguignon.com797-fmguignon.com までメールお願いします 続いて曲いきましょう。 はい。お送りした曲は、えー、刺激のメイチャーさんリクエスト、西野奏でトリセツでした。この後もモーニングエイトー続きますので、皆さんそのまま FM 技能をお聴きください。 この後はみんなで元気に「チュラガンジュー体操」です。 お送りした曲は UV40 で Can't Help Feeling Love With You でした。 この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは琉球新報総合面です。沖縄区に3人出馬へ参院選公示まで2週間。7月10日投開票の第24回参院選は22日の公示日まで8日で残り2週間となりました。沖縄選挙区は自民現職で沖縄担当省の島尻愛子氏と 名護市辺野古の新基地移設に反対するオール沖縄が推す伊波洋一氏幸福実現党の金城達郎氏の3人が出馬を表明しています続いて沖縄タイムス地域面です女児3人保護で表彰、ファミマ野店、子ども番の家。 先に寄った状態の男性に声をかけられた小学5年生の女児3人を保護し、犯罪に発展するのを未然に防いだとして、ギノワ湾署はこのほど子ど110番の家のファミリーマート儀乃湾野岳店の宮城里子マネージャーに感謝状を贈りました宮城さんは4月、近くの公園で60代の無職男性に声をかけられたと店に駆け込んだ小学5年生の女児3人を保護。 男性に注意する一方で、百1番通報し、声掛けが犯罪に発展するのを未然に不正だということです。続いて、沖縄タイムス社会面です。男児暴行動画を投稿、県警複数少年ら事情確認。インターネット上に、本島内の小学男児が、小学生男児の が別の学校の小学生男児から殴る蹴るの暴行を受けている動画が投稿され、県警が現場にいた複数の少年らから事情を聞いていることが7日までに分かりました。県警によると暴行が撮影された動画を教育委員会が確認し、学校側が3日、県警に届け出たといいます。県警によると発生は2日、 動画では被害男児が顔面や腹部を十数回にわたり殴られたり蹴られたりする様子が確認されています。ネット投稿者は判明していません。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。 はい。時刻は8時4分を回りました。ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります。FM 技ンのスタジオからモーニングへと、水曜日担当、私、黒島ゆりえが生放送でお届けしています。この番組では皆様からのリクエストやメッセージ募集しております。今日のメールテーマは、朝の習慣です。 メールアドレスが7 9 7 f m g u i n 1 c o m 7 9 7 f m g u i n 1 c o m です。また、f m g u i n 1では Ustream とツイキャスで映像と音声をネット配信しています。f m g u i n 1のホームページからも簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんのツイートお待ちしております。 この後のモーニングエイトではお天気、道路交通情報、そして私のコーナー、えー、今日はメンソーレ、黒島タイムスということでタイムリーの情報をお届けいたします。そして皆様からのメッセージ読み上げまして、突、え、撃、ー、あなたの朝ごはん教えてのコーナーと続いてまいります。どうぞ最後までお楽しみください。 はい。朝の習慣というテーマなんですけれども、皆さんの朝の習慣は何ですか私ね、最近ハマってるものがありまして、あのね、パルテノっていうヨーグルト知ってますかパルテノっていうヨーグルト。えー、森永さんから出てるんですけどね、森永乳業さんから。めちゃくちゃ美味しいの。私ね、久しぶりに、この、 なんか食べ物商品で感動したっていうのがそのパルテのヨーグルトなんですけど何が感動するかっていうとね普通のヨーグルトより濃縮3倍なんですよだから何だろうこの固,固さがさすごくあってあの普通ちょっと柔らかいじゃんあのヨーグルトってだけどなんかヨーグルトとあのチーレアチーズあるじゃないですかレアチーズの間ぐらいあクリームチーズだ クリーム、ヨーグルトとクリームチーズのちょうど中間ぐらいの硬さなんですよ。硬すぎず、柔らかすぎず。や ヨーグルトにしてはもう固めなんですけどねもうすっごい濃厚で私これにいつも蜂蜜をかけて食べるんですけれどもなんかこのパルテノシリーズも最近いろいろと出てまして例えばまあブルーベリー味だったりとかであとはねあのキウイ味とかもあったなであとなんかこうベリー系のものとかも、まあ、あのプレーン以外にもいろんな種類があるんですけれども少しお高めでまあ、えー、ち,ょちょっとちっちゃいサイズのヨーグルトあるじゃないですかそれ それくらいの大きさなんですけどそれでだいたい150円ぐらいかな少し高いんだけどでもそれくらいあの食べる価値はある買ってみる価値はあるんで皆さんもしよろしければ是非パルテのヨーグルト試してみてくださいねあとこう,こういうのもいいよみたいなこの朝の習慣あったら皆さんお待ちしておりますではここで1曲紹介していきましょう、えー、こちら大丈夫ですか おぎのめよこさんで、コーヒールンバ 時刻は8時12分を回りました。79.7メガヘルツ FM 喜ノ川よりお天気道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。沖縄本島中南部本日お天気は晴れ夕方から曇りとなっております。いい天気ですね。日中の最高気温は30度、暑いです。 はい。洪水確率午前6時から午後12時までが10%。そして12時から終日かけて20%となっております。東の風、日中、北東の風、波1メートルです。はい、えー。9日、沖縄本島、沖縄地方では梅雨の前線の影響で曇り、大東島地方では初め雨が降るでしょう。 沖縄本島地方では次第に晴れる見込みです。ということで、えー、今日、明日までは、えー、晴れマークが出てまして、で、金曜日からちょっと天気が崩れるようです。ね、布団とかね、もう今で干してた方がいいかもしれませんね。今日、明日で干してみてはいかがでしょうか。以上、お天気をお伝えいたしました。続きまして、道路交通情報をお伝えします。はい、沖縄自動車道、 こちら下り、巨大インターチェンジ付近、工事のため規制中となっております。そして同じく沖縄自動車道下り、宜野座インターチェンジ付近、こちらが今、工事のようですね、工事のため第1走行が規制となっております、えー。そして最後、沖縄自動車道、こちら上りですね、えー、沖縄北インターチェンジ付近から、意見棟の方ですね、が今、 あら、これ。沖縄南インターチェンジ、故障者が出ているということでございます。ね。さっきまではちょっとスムーズだったんですけどね。あ、意見とのところは、あの、工事のため規制中ですね。で、えー、南インターチェンジでは故障者が出ているということでございます。ね。ちょっとあちらこちらでね。 あの規制だったりとかがあるようなので、皆さん、えー、ご利用の際はお気を付けください。以上、沖縄自動車道をお伝えいたしました。続きまして、一般道をお伝えしましょう。はい、えー、国道58号線、えー、こちら大蛇名からえー、グスクマですね。グスクマに向けての南向き渋滞発生しております。そして反対側。 五十八号線のグスクマからマキミンナトに向けての北向きの方も渋滞発生しております先ほどより少しまた長くなってきてますね渋滞の、えー、距離がちょっと長く感じております、えー、そして えー、県道34号線こちらが前原から大蛇名にかけても渋滞発生しておりますそして335線先ほどよりもまたさらにちょっと距離長くなりまして、えー、古島向きも渋滞発生しておりますね、えー、皆さん今ちょうどね通勤中の方もいらっしゃるかと思います安全運転でお過ごしください以上お天気道路交通情報をお伝えいたしました お送りした曲はエ、えー、ゴザエルさんからのリクエスト、ノーバリーノスパス心躍るでした。はい、今日は「何の日」のコーナー、まずは沖縄手帳から紹介していきましょう。はい、6月8日 水曜日、本日、旧暦の5月4日ということです。えー、沖縄にまつわる今日は何の日はこちら。えー、首里織物の、えー、宮平初子さんが人間国宝になったのが1998年の本日ということでございます。人間国宝ね、すごいね。私もね、何かの人間国宝になろうかな。ね。 そんなれるかって突っ込んでくれた方ありがとう。<laughs> はいでは続きまして他何の日なんですが米の日え毎月ってあるんですけど米の日って書かれてますよ米の日。皆さんお米食べてますかね朝ごはんは米派それともパン派パンですか私はまあお米が好きなんですけれどもでお米でさそういえばあのおすすめなのがあってでサトウキビご飯って知ってますあのサトウキビの あの、このマリカス絞ったアマリカスをもうこんな粉なにして100%のこの砂糖きび粉があるんですけど、このパウチタイプで。それをご飯を普通に炊く前に、まあ、入れて一緒に混ぜて炊くだけみたいな感じなんだけど、そしたらね、あのまあ、色は茶色。茶色なんだけど、ほんのり甘いの。 ほんのりあの甘さはあるんだけど、そんな他のご飯と食べ、食べて、こうえー、甘いっていうほどしつこくはなくって、本当にいろんな、普通にご飯食べるようにして食べれるけど、 ね何がいいかっていうとね、あの、お通じにすごくいいの。ね朝はね、やっぱりこう、会長でないといけないと思うんですよね。で、砂糖きびご飯食べてるから、私すごく、まあ、会長でね、ね私のそんな会長話なんかしてもいいのかどうかって感じなんですけれども、ねそう、砂糖きびご飯、ねぜひちょっと検索してみて、皆さん食べてみてはいかがでしょうか。今日は米の日ということでございます。そして、その他、バイキングの日ということで、 えー、793年のこの日、えー、北欧の海賊バイキングの活動が最初に、えー、記録に現れたことに由来しているということです。剣や斧で武装した彼らがイギリスのリンディスファン修道院を襲撃し、人々を驚かせたとされています。 バイキングとは西ヨーロッパ沿岸部を侵略した武装戦団のことですが、本来略奪を、えー、なり際としていたのではなくあ、なりわいですね、失礼しました。なりわいとしていたのではなく、えー、農民であり、漁師だったとされています。ちなみにですが、ほら、今、 さまざまな料理を自分のお皿にねこう自由にこう食べる形式のことをバイキングって言いますがこれが通じるのは日本だけということでございますはいそんなバイキングつながりからのバイキングの話もしましたけれどもバイキングの日お米の日なんていうことでございますよえー、その他今日はですねえー、ロッキード事件 初判決。1982年の今日ということでございますよ。であとは、日本の銀行を初めて海外支店が出たっていうのも、出したのも1878年の本日ということで、えー、世界的にもいろんなことが起こった今日でございます。えー、誕生日の方は、えー、ボズシャックス。ボズシャックス。知ってますかミュージシャンの方らしい。えー、そして森尾。 ユミさん、女優の方の誕生日ということですね。えー、なだいなだ、作家のなだいなださんの誕生日ということで、まあ、他、リスナーの皆さん、誕生日の方いらっしゃいましたらおめでとうございます。誕生歌がジャスミン、花言葉は愛らしさということです。以上、今日は何の日のコーナーでした。 それではメール紹介していきましょう。今日のメールテーマは、朝の習慣、はい、です。続いて、この方。はい。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。え人工クーーールビューティーアンドドロイド ユリエステル。なんか長新しくなってきてね。皆さんも言いたい放題だな。ねちょっと短く言いましょうかね。はい。今日のメッセージテーマは朝の習慣ですかそれは時間ギリギリまで起き上がらないかな <laughs> なるほど。新しい。え、それと、通勤中に飲むブラックコーヒー缶かなお二人さんは毎日飲んでいるものってありますかということで、え、先ほど、お小木のめよこさんのコーヒールンバー、 お送りしましまたけれどもこの曲はあの今日もおかしな芸能トロンボーンさんからのリクエストで、ね、最初に流しましたけれども私もね朝はコーヒー派ですちなみにブラックね私もうすっごいもうコーヒー好きであのね飲みすぎないように気をつけてるぐらいでもう今はもう本当に気をつけてるからそんなに飲まないけれどももう気にしないで飲んでたらもう5杯以上飲んでるぐらいあらーってあエゴザイルさんは4杯ぐらい あ、4杯ぐらいがいいんですね。なるほど。今、ギャラリーにですね、あの、リスナーさんね、来ていらっしゃいますけれども、ね、え、小沢さんは4杯がちょうどいいって、らしいよということで教えてくれました。ねえ、私、だから 5, 5杯はね、ちょっとね、過剰なので、ね、1日4杯に、まあ、確かに留めるようにはした方がいいのかもしれませんね。あとね、なんか、 新しく出てる新商品のコーヒーがすごく気になるパッケージがすっごいかわいいやつねあの CM とかでもやってて結構こうみんなインスタグラムとか、ね、アップしたりとかしてるんだけどまあ,あの山内さん曰く <laughs> まあまあまあかなみたいな感じでコーヒーにはうるさいのかなうるさいんだねなるほどでございますでこれブラックコーヒーあとはねあのさっきお話ししたんですけれども朝やっぱり一日目,目覚めたあとは水をね 一杯飲む方がいいいらしいですよ、えー、また山内さん曰わく、えー、脳卒中とかそういったのの予防にもいいらしくてであとねあの腸とかも目覚めさせるっていう意味でもやっぱり何かをこう刺激を与えるとご飯とか最初にバーンとかって入れちゃったら多分体びっくりするかもしれないからやっぱ水とかでちょっとずつねこう腸とかねそういったものも起こしていく気管を起こしていくっていう意味でも朝の一杯の水はいいかもしれませんあとはね、まあ、お通じとかにもいいと思いますのでお通じとかもいいと思いますので。えー 朝はお水とかね。あとは皆さん好きなフレッシュジュースでもいいですし、コーヒーでもいいですしね。えー、飲んでみてはいかがでしょうか。ということで。平、え、気、ー、のトロモさんありがとうございます、えー。続いて、ラジオネーム、ウマゴンさんからいただきました。ありがとうございます。リリーステルおはようございます。ウマゴンです。こちらも梅雨入りしましたよ。うちなんちゅうの皆さんは、えー、内中の方にいつ来たのと尋ね、いつ帰るのとセットで尋ねますが、梅雨にもいつ明ける予定ねと聞きたくなりますね。<laughs> <laughs> そうだね、いつ来たのいつ帰るの、確かに <laughs>、いますね、はい梅雨は、でも沖縄もそろそろ開けるとかっていう噂ですよ、ね、そちらはこれからということで、じめじめ、ジメジメカビ対策とかもね気をつけた方がいいかもしれませんね。さて、朝の習慣、日の出が早くなった頃から毎朝4時50分に起きて10分で準備して5時にウォーキングに出かけているよ、1時間のコースを休みの朝でも雨の朝でも傘をさして歩きます。 傘をさしてまで歩くってもう相当もう習慣として身についているということですね、偉い、私だったらもう雨降るとはまあ雨だからやめ雨たってなっちゃうもんね、でなんかまた県民性ってまあ言っちゃったらいいのかな、ほら、雨降ったらなんか外出しないさってよく言うよね、大縄の人って言うからね。ね 沖縄県民でもなかなか傘を差して歩く人も少ないと思います、ね、さあすごい馬子さんえらいえそして帰ってきて着替えた後まだ暑さが持続するからあ脂肪燃えてるやつだ 思うひととつが明日も歩かせるる力になってるよということでああ、なるほどね。この暑いっていうのから脂肪燃えてるって。確かにね、こう基礎代謝は朝からこう運動することで基礎代謝を上げて、その日一日のこの脂肪燃焼にも効果的って言うからね。朝の運動は私もね、もう少し 朝に強くなったら取り入れてみたいなと思っております。はい。そして、今週末は健康診断だからお酒も2週間以上控えて過ごしています。ということで。だから今週末はお酒に抱かれたい。リエスたりも飲める方じゃないこの手の問いに嫌いじゃないですね。と応じる人は本当にお酒が好きなんだな。というバロメーターにしているよ。手は素敵な水曜日よ。ということで。えー、ここはね、嫌いじゃないですね。って言いたいところなんだけど、そんなに私飲めないんですよ。 実は、顔がね、なんかそう、お酒を飲めそうな顔してるって言われるんですけれども、そんなに <laughs>、そんなことないんだよ、実は。まあ、だからって言って、こう、まあ、女の子らしく、こう、カクテルとか、ああいう甘いものを飲めるかって言ったら、そういうのは飲めないんだけど、一応、ハイボールが好きで、まあ、ハイボールをよく飲みますが、でも、チビチビですね。チビチビ飲みます。だいたい見やすい人どれくらいかな最初ビール一杯飲んで、その後、ハイボール、もう、二杯ぐらいで満足しちゃうもん。 本当に。もう、チビ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 なんか、あの、チビチビ飲んだら、長く飲めるんだけど、が、ごく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 って、ガブ飲みはできない。えー、一応、お母さんもさ、お酒が弱い方ではあるので、それは遺伝しているのかなと思います。ねえ、まあ、一応なんか顔からみんなさ、飲めるだろうって言って、結構、えぇ、ー、飲め飲めってやるんですけれども、私にお酒を勧めることが、まあ、ある方いらっしゃいましたら、まあ、お手柔らかにお願いいたします。<laughs> ということで、山はさん、ありがとうございます。 <laughs> え今日滑ってないでしょちょっとはい。今日こんな感じでお待ちしております今日のメールテーマは朝の週間<ー>朝の週間でございます皆さんからのメールお待ちしておりますでは続いて CM ですーはい 突撃あなたの朝ごはん教えてこのコーナーは FM 技ーのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけまして今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画でございますさて今日はですね県内の音楽シーンを盛り上げたいとサウンドプロデューサーをメインにトラックメーカーレコーディングエンジニアとして活動しておりますえー、ニーカは茂ゲまたの名をノイズプリッツさんにおかけしたいと思いますはい。 どんなお話聞けるでしょうか、お楽しみください。それでは、レッツコールイン。さあ。はい、もしもしあ、一発目でおはようございます。おはようございます。f m みのモーニングエイトから黒島エリアです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、一応冒頭でも軽く、あの、まあ、紹介はしたんですけれども。改めまして、自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい はい、わかりました。えっ、ー、とですね、沖縄県で、えー、音楽的なえっ、ー、とプロデューサーとして活動しております新川茂と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい。なんかね、朝の習慣を朝の習慣あ朝のご飯をとりあえず聞いているんですけれども、はい、このコーナー、はい、まず今朝何か朝ご飯は,んは そうですね。今日朝はですね。目玉焼きをいただきました。目玉焼き。え、オンリーですか?。い、やいや、えっと、ライスと、えっと、味噌汁とですね。和食の、普通の和食の、えっと、感じです。ああ、基本和食が多いと。そうですね。僕朝は和食ばっかですね。ああ、そうなんですね。で、大体こう目玉焼きがあったりとかっていう、なんかメイン的なのは決まってるっていうことですね。あ、そうですね。はい。 じゃあ習慣みたいな感じで、まあ、毎回これ食べてるみたいなそうですね朝は<ー>もうなんか小学校からそんな感じです小学校から <laughs>、はい、小学校からルーティンですねもうなんかお父さんの影響ですか <laughs> お父さんの影響 <laughs> じゃあそのままお父さんのあの感じを受け継いで今も至ってるということですね、はい、なるほど、はい、で今バックにあの音楽流しておりますけれども、はい、この曲を手がけたということですよね、はい え、そうですね。えっ、ー、と、スーパーウーマンっていう曲。うん。ですね。うん、あの、えっ、ー、と、ダールレコーズって、沖縄の、えっ、ー、と、音楽レベルがあるんですけど。はい。そちらに所属している、えっ、ー、と、ユンちゃんという、えっ、ー、と、レゲエのシンガーの子がいましてですね。えっと、その子のレコーディング。を、えっ、ー、と、僕が担当して。は、うん、えっと、とって作った曲って感じですね。なるほど。私、今朝、この曲を、<laughs> まあ、改めてチェックしたんですけれども。はい。まあはい まあ、特に女性の方にはすごく。 バーンってこうはま、い、る一曲ですよね。あと朝ちょうど聞いてていいなって感じしたんですけれども。そうなんですよ。あのまさにねえっと、うん、今通勤途中の方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、あの女性の方だったらあ分かるなと思うようなあの歌詞の内容だったりはいしていると思うので、もうぜひねみんなスーパーウーマンになってほしいなと思いながら <laughs> <laughs> これ聞いてスーパーウーマンなってほしいなとなんかこう、はい、女性の強い味方的ななんか一曲だなとなんかちょっと今日一日なんか、はい。 乗らないみたいなバッテンみたいな感じなのがあったりとかしてその時もすごい聞いた時もすごいわかるとか思ってなんか今日乗らないなみたいな時とかもでもなんかこう共感してからなんかちょっとあげあげになるみたいな感じがねそうなんですよね、はい、<laughs> もうあのなんかなんか,なんかために頑張れる女性の力っていうのが多分この曲から伝わるのかなって思うのでなるほどしかもこう声がすごいなんかいいですよねユンさん そうなんですごくもうなんか僕も今年で会ったんですけど,どもうやっぱりこの声に惚れちゃってそれであの一緒にあの楽曲作りとか最近よくやらせてもらってるんですけどじゃあもう初めて会ってからも結構急接近ということで今は普通のパートナーとしてこう仕事でやってる行っているということですね。 そうですね。なるほど。なんかバックからキーキーキ,ーキー聞こえますけど。<laughs> なんか、ね、<の>お音楽奏でてるんですか？<laughs> おうちの近くにいるので、なんか、うん、あの清掃車がもう朝の時間なんで。ああ、清掃してるみたいですな、ね。さすがですね。<う>なんかそういう音音が音に関することにすごいなんか敏感なのか引き寄せてるんじゃないですか？<laughs> そうなんですよ。もう僕の仕事は。 冒頭だらけです。よもうなんかまさにって感じなんですけれども、で、はい、この曲はもう配信というかなんかされていらっしゃるのですかね。えっと今はですね、はい、えっとライブの現場でえっとデモ音源の中に入っている状態なんですけど、多分近々えっとミュージックビデオの方が公開されるらしいので YouTube で。おおミュージックビデオ。 あでも撮影中とか、はい、もうそういうのを撮影して、編集してっていう感じ,じゃないですかねはい、だと思われるので、はい、ぜひあのなんんですか、ミュージックビデオが出たら、チェックししてほしいなとわかりました、そしたらこのミュージックビデオの詳細みたいなのは、どこで確認することができますかそうですね、ユーチューブの、えっと、ダールレコー o r d s というチャンネルがあるんですよ。うん ダールレコード、はい、ダーールレコードというチャンネルがあるので、はい、そちらの方でチェックしていただければ、はい、えと夏前ぐらいには多分公開されると思いますのであ,<ー>あとそして僕のフェイスブックにいかわしげると検索していただければ多分。はいはい 出てくるのでフェイスブック等でもチェックしていただければなと思いますかしこまりましたで、youtube チャンネルを登録するかまたはえー、うん、いい川しげるでフェイスブックで検索ということですねはい、はい、よろしくお願いしますでまたあの別の曲とかもちょっといただいてるのでまあこの後またおかけしたいと思います、はい、ありがとうございますはい。朝早くからどうもありがとうございましたいえいえ全然またよろしくお願いしますはい。では失礼いたします失礼しますはい <laughs> はい今日紹介したのはしげ茂さん、ね、音楽プロデュースをしているということでえバックにも音楽流しましたけれども、ね、すごい、なんだろう、あのさっきは「スーパーフーマン」という曲を流して、この後またもう一曲流そうかなと思ってるんですけれども、すごくねあの声がいいですよね、このユンさんという女性の方の声が。ぜひこの後はこう、ねと あの音量もね、大きくしてから聞くので、ぜひ聞いていただきたい、そして Facebook やチャンネル登録などをしていただきたいと思います。こっちサビタン、はい、お送りするのはユンさんでハッピーバースデー。 はい。それではメール紹介していきましょう。今日のメールテーマは、朝の習慣。朝の習慣でございますねえ。気づけばすごいいっぱい来ていて、ありがとうございます。それでは、ラジオネーム、かっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。山内さん、ゆりえっぴ、モーニングゲートをお聞きのリスナーさん、おはゆりんこ。今日も美人なゆりえっぴ、頑張るや。頑張ります。今日もツイキャス、キレキレまくりだぜ。そう、キレキレまくりなのよね。ダンスしたら完璧なんだけどね。<laughs> <laughs> はい。今日早くメールしようと思ったのにテーマがアップされていなかったぜ。もう黒島サボりエステルかと思ったぜって。もうなんかさ、何エステルみたいなのがなんか流行りつつありますね。この番組内でね。<laughs> テーマ、朝の習慣です。はい。僕はですね、定番の早寝、早起きですかね。いつも2時くらいに寝て、嫁のお迎えで4時起き。朝の習慣、違うやんけ。 早起きしたら、縁屋の歌聞いて目を覚ます。えあとは必ず朝ごはんに納豆を食べる以上だということで、あのね、私も納豆絶対に冷蔵庫に入ってるんですよ。もう納豆ないと嫌ってぐらい、あの、絶対に納豆は入ってて、で、最近すごいこと発見したんですよ。何か聞きたいですかかっちゃんさん。聞かせてあげましょう。あのね、納豆普通に混ぜ、混ぜると、なんだろう、やっぱりたくさん、 混ぜれば混ぜるほど一応、なんだろう、泡立つけれども、なかなかね、泡立つまでに時間かかるじゃないですか、納豆もね。そんなにかき混ぜてたら検証になっちゃうよっていう話で。それがね、あるものを入れると、はい、ある、あああのね、これさ、先にバラさないでもらっていいこんなドヤ顔で言ったのにもう あのね、今ね、私さ、言おうと思ったのに、言う前に、あの、答えをツイキャスで本人に言われたっていう、チキショーはい。まあでも他のリスナーさん聞きたいだろうから、聞いてくださいね。実は、お酢を入れるといいんですよ、お酢。ね、これ入れてからさ、お酢を少しだけでいいんですよ。少し入れてからかき混ぜてみてください。めっちゃふわふわの納豆ができるから。ふわとろの納豆、もうさ、 すごいの。で、味もね、そんなに少なかったら、さほど、なんだろ、その、オス感っていうのもなくって、おすすめです。ね。笑いすぎですよ。<laughs> ああ、もう滑ってる、もう。<laughs> やだね、本当に。皆さん、こういうのは、だ,だ、ま、黙っとくべきだよ。分かっててもね。ね。はい。あの、モーニングエイトリスナーの皆さんは、私に対してすごい意地悪です。ね。 はい。正解はお酢、納豆にお酢かけて混ぜてみてくださいというお話でした。かっちゃさんありがとうございます。はい。続きまして。はい、あ。調子、調子悪いななんかな <laughs> はい。皆さんおはようございます。ということで、ラジオネームいみちょおじさんです。今日のテーマ、朝の習慣。おじさんで朝の習慣は、朝起きてすぐ枕にファブリーズを、えー、触らないかけてベランダに干すことですかね。 えー、来月の4日,あ4日で42歳になりますのでなんちゅう匂いの気になるお年頃さはねまだカレーシーの匂いではないんですが汗をかくとなぜかふんわり犬かじゃする私です <laughs> 犬かじゃどんな匂いだねえ犬かじゃすると別に犬を飼ってるわけでもなくドッグフードを食べているわけでもなくもちろんおじさんの えー、お父さんが犬なわけでもないのですが、そうでもね、犬から生まれて犬なわけでもないもんね。でもやっぱ犬飾じゃうするんですよ。だからおじさんは嫁に握られないように朝起きたら枕元に置いてあるファブリーズを枕にかけるのです。山内さんはもうよく無臭アピールをしているけど、揺れちゃう山内さんの匂い嗅いでごらん。山内さんも乳がきになるお年頃だからさ、知ってるリスナーさんも定義乳がきになるお年頃だ多いから、朝の乳いチェックをした方がいいかもよ。もしかしたら、あなたも犬飾じゃうするかもしれません。ということで、 えー、山内さん犬かじゃはしないかなうんちょっと匂いはしないけどあでもねやっぱりあのかじゃはするよあのかじゃは言わないけどあのかじゃはするよたばこかじゃはするさたばこからのそのたばこだけじゃない匂いがなんか混じってる感じはするけど別にそんなに臭いってほどでもなく。 かなまあでもね匂いは気になると言いますからねでも一応あのおじさんに関わらずともこの季節は汗もかくので女性だってねあちこちこう匂い大丈夫かなとかこう気になる季節でもございますねこうエチケットのためにも匂いとかはね気をつけていきたいなって皆さん思いますよねということではいありがとうございますおじさん続きまして ラジオネーム奈良の国部さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。私は朝はラジオを聞くことですよ。沖縄のラジオが本土で聞けるのはなんだか不思議な感じがします。将来はもうインターネットなどを使わずに、ノウハウなどでラジオを聞きたいと思ったら聞けるかも。そんな未来になると、相手の心を読めたりして隠していたことも分かってしまったり、それもシャットダウン機会のようにできる時代になるかもですよ、ということで。で何朝からちょっと、ねえ、 なんかリアリティな怖い話みたいなね、感じだけど。でも本当にそうですよね。インターネットを脳波でラジオ聞く、聞けるのかどうかはね、でも文明の発達で、まあ、不可能ではないかもしれないですね。今こうやって普通に本土で沖縄のラジオ聴けるのが不思議だって言ってたけど、確かにそうですよね。私たちも本土のラジオを聞,聞けたりとかもしますからね。なんかすごいいいなって思います。ね。 これからも、えー、モーニングエイトをぜひ聴いてください。奈良の国部さんありがとうございました。メールまだまだお待ちしております。今日のメールテーマは朝の習慣です、はい。メールアドレス 797-fmguidan.com797-fmguidan.com です。では、ここで一曲。勝ちさんリクエスト、円屋で、えー、ワイド、ワイルドチャイルド。 はい、メールもあと何通かあって、私のコーナーも実は飛んでるっていう、ということでちょっと急ぎ目でお送りしたいと思います。おはようございます。黒島ゆりえしてる山内さん、えー、主婦のマスオだよ。今日のテーマ、朝の習慣ということですね。まあ、習慣化しているというか、家事なんだけどさ、まずコーヒーメーカーで妻と自分の分をセットして、玄米を精米機にかけ、ホームベーカリーをセットし、ご飯を洗い。 えー、そして、炊飯器にセットし、子供たちの朝ごはんを準備し、だらだら食べる子供をだらだらしながら見て、息子たちを幼稚園に連れて行き、帰ってきてからモーニングエイトを聞くことかなって。ね、でもなんかこの朝のさ、このバタバタ感じゃないけど、なんかそういう情景が浮かびますね。えー、大学 大学院時代は論文に追われて甘い缶コーヒーを1日4本くらい飲んでいたために一気に太りました。甘いコーヒーはね、ここはちょっとブラックコーヒーとかね、それくらいが良かったのかな、なんて思うんですけども。はい、主婦の朝は忙しいのだ。イリスてル不倫が流行ってるみたいだけど、不倫しとくかということで、いいえ、私は不倫なんてしませんし、まず既婚者でもございません。ね。はい。でもね、朝のこのなんか、 バタバタの感いいですね。ホームベーカリーとかね、炊飯器、精米機とかなんか出てきて、朝から夕方だなぁなんて思いました。マスオさん、ありがとうございます。続きまして、最後、今日もおかしな議員のトロンボンさん、おはようございます。シマリエさん、新しい、またメッセージリクエスト採用、ありがとうございます。えー、自分もコーヒーヒ多い時は5杯から6杯 飲んでますねなんちゃってコーヒー2ですということで、えー、リスナーさんもそしてこのスタジオにいる方もみんなちょっとねあのコーヒーが好きでカフェイン中毒っぽいですねだいたい3杯から4杯がいいそうですよこれはエコザイルさん情報でございます、はい、そしてもう残りね2分ぐらいになったんですけれども本当はね私のねあの黒,島タイそれ黒島タイムスではね、まあ、アプリを紹介しようかなと思ってたんですよ でももうあの皆さんはもうご覧になっていると思うので、まあ、さらっと紹介しましょうあの、ね、モーニングエイトいつも、ね、朝とかにもこう今日のテーマを流しているんですけれどもあのムービーと一緒に添付してますねで今日のムービーご覧になったことはもうちょっと感づいているかもしれませんあの、ね、今あの動画とか写真とかでなんか犬のなんかスタンプみたいなのがこう顔について舌を,を出したりとかして遊んだりする動画分かります ね、スナップチャットとかああいったアプリからちょっと流行ってるみたいなんですけれども、えー、今日私試しに初めてやりました。あの犬 犬のなんか顔がパーって出てきてと私にこう当てはまるんですよね。で、なんかね、すごいことにこのアプリ、超目も大きくなるんですよ。目も大きくなって可愛くなって、もう私がワンちゃんになっちゃって、ね、朝から可愛いワンちゃんになって、ちょっと朝,朝のテーマのことを皆さんに紹介したんですけれども、Snow というアプリを取りました。で、ちょっと触ってみたら、その Snow ですね、なんか LINE とつながってるっぽくって、その LINE でログインをすると、LINE 友達がバーって出てくるんですよ。だから なんかちょっと LINE の延長みたいな感じでやることができて、まあ、別に LINE とこう連動してそういうチャットみたいなのをしなくっても普通に写真撮ったりとかするので十分こと足りるっていう、まあ、そんなアプリでございます他にもなんかビューティープラスとかっていうものだったりも今いろんなアプリがねそういうなんかビューティープラスっていうのとかあとスノー スノーとかあ次はそれで撮りましょうかじゃあ次はビューティープラスで撮りますので来週はって感じでちょっとねあの無料で撮れるアプリなので皆さんも流行りに乗ってみたなんてね投稿をしてみるといいかもしれませんね私もちょっとフェイスブックとかねツイッターとかで皆さんの投稿を見たらねちょっとニヤニヤしてみようかななんて思います、はい、今日はもう 結構ね、なんかバタバタしちゃいましたけれども、ね、あの、納豆のオスの話だったりとか、えー、あと、今日はカメラの位置がいいね、なんていうこととかいろいろありますね。ありがとうございます。モーニング、えっと、バタバタで終わってしまいます。えー、ここまでのお相手は黒島ゆりえでした。また来週バイバイ